ハレルヤありがとうございます。ホサの聖生隊の力強い賛美、心から感謝いたします。題名もその光の中に生きればという題名の賛美でしたけれども、今日のメッセージに合う賛美をしてくださいました。感謝します。今日は主の日であります。キリスト教の安息日です。またこのように美しい日を私たちにくださり、 この聖殿に集って礼拝を捧げることができることを心から感謝いたします。この安息日は世の中のすべての働きを休んで、ただ神様に礼拝を捧げ、神様から祝福を受け、とと神様との交わりをなす日であります。一番重要であり、一番祝福された日なんですね。いくら苦しくても、どんな問題があったとしても、 すべてを置いてですね今日与えられる御言葉に集中して礼拝を捧げる時にすべての祈りに応えてくださることを信じます今日私は創世紀一章一節から三節の御言葉を通して天地創造の始まりという題名で御言葉を語りたいと思います今日の本部の内容は天地創造の内容であります皆さん知っていられますおられますよね えー、創世記一章一節何回も聖書を読んでいると思います、えー、また聖書で一番多くの誤解を受ける、えー、そういう箇所でもあるとも言えますこの創世記一章一節から三節の御言葉を通して天地創造に対するこの御言葉が私たちにとって2022年を過ごしている私たちと何の関係があるのか今日見てみたいと思います まず一番目に創世記一章の理解について見てみたいと思います創世記一章についてどのようにして理解すべきなのかまた聖書を私たちがどのように理解すべきなのかをまず見てみたいと思います多くの人が聖書を読みながら宇宙万物に関する答えを求めていますまた聖書を見てみると そういう説明がないとですね、聖書のことを非難します。これは神様の御言葉ではないと、間違っているという人もいます。聖書を信じない、聖書を閉じてしまう、そういう人もいるわけですね。しかし、そういう人は聖書を誤解し,誤解しているわけです。なぜならば、聖書は科学の本ではありません。 ヨハネによる福音書2章21節から25節を見るとイエスが行われたことは他にもたくさんあるがもしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思うと語っていますねなぜこの聖書の箇所を語るのかというとこの聖書の中にイエス様に対する 記録も全て書くことはできなかったと語っていますね。神様が選ばれて選別されて必要なものだけ重要な内容だけ聖書に記録されたということを意味しています。では本当に宇宙万物をどうやって作って宇宙の星がいく,いくつありまた地球が何年ありそういう内容まで記録することはできないわけです。イエス様の内容も全て記録でできませんでした ですから宇宙万物について記録することもできないわけです。もし記録するとするならば、この世の中に、えー、溢れ出るほどの本の内容になったでしょう。では、なぜ選別して神様は聖書に必要なものだけを記録されたのでしょうかまた必要のないものは覗かれたのでしょうかその選別された基準が何なのかを見なければいけません。どのような基準を持って、 聖書に含むべきことは何なのかまた除外するべきものが何なのかを定められたのでしょうか何かがそういう基準があるわけですよね必要のあるものを記録するわけですその本に主題に合う内容だけを記録するわけですこの聖書の内容も同じです 何の内容を書かれたのかヨハネ20章 30, 30から31節を見るとこう語っています。ヨハネ20章30節からを見るとこの書には書かれていないがまだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われたと語っています。イエス様が行われた印は多くありますけれどもこの聖書に記録されていないことが多くあると語っています。なぜでしょうか ?31 節を見ると これらのことが書かれたのはと語っています。これが選別の基準だと語っていますね。聖書の書の、内容を記録された理由は何かというと、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるためであると語っていますね。また、あなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためであると語っています。これが基準なんですね。聖書はイエス様を信じて 永遠の命を得るための本であるということです。そこに必要、そのために必要なものだけを記録されたということです。その他の内容は省かれたわけですね。それなりにもかかわらず、これほど分厚いんですね。聖書が全部記録されたら、私たちは読むこともできないわけです。 聖書はただイエス・キリストを証ししているわけです堕落した人間がイエス様を信じてどのように救いに至るのかどのようにして絵の命を得ることができるのかを教える本であるということを語っているわけですでは創世紀一章の天地創造の働きもこのような救済史的観点から私たちは見なければいけないわけですねですから聖書を救済史というんです 救済というのは救うことです。聖書の働きは救いの働きです。聖書の歴史。どのようにして人間が救いを得るのかを記録している本であります。2番目に始まりについて見てみましょう。2番目に始まりについて。聖書に出てくる最初の単語が「初めに」という単語です。創世紀1章1節に書かれていいるはめというのは いつのことを意味しているでしょうか私たちが信じる神様は永遠から永遠におられる方であります。永遠というのは始めがないわけです。始まりがありません。永遠は始まりも終わりもないわけですよね。ですから、始めというのはおかしいわけです。始めも終わりもないわけですから。では、漱石一章一節の始めというのはどのような意味なのでしょうか 聖書には他の始めがありますかヨハネ一章一節を見ても始めにと語っていますよね初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったと語っていますここにも初めと語っていますけれどもヨハネ一章一節と創世記一章一節の見、えー、言葉を比較してみるとどの始めが最初でしょうか ヨハネ一章一節の初めに言葉があったと語っています。また、創世記一章一節には天地万物を作られた初めがあります。どれが最初ですかヨハネ一章一節の見言葉が始まりですよね。本当の初めです。永遠の中にある初めを意味しています。人間の言葉では、言語では表現できないために始めと書いただけであって、 これは神様が永遠に存在されていた方であることを意味しているわけです。ですから、ヨハネ一章一節のこの初めがですね、まず先にあった出来事です。その永遠のな時間の中で神様はある時を選ばれて、その時からこのような働きをなされたと。そのストーリーを始められた場所がその初めであります。救いの働き。 救済士を始められたその始まりがあるわけですよねそれが創世紀の始まりです。例えば皆さん何かの出来事について、えー、語ろうとするときにですね初めから教えてあげると言いますよね。1973年に私が生まれてとそこから始めるわけではないですよね。その内容の始めからめ、えー、語るわけです。自分がいいつつ生まれていつ育ったか それを、えー、含むことはないわけですよね。ですから聖書の内容も同じです。救済衆がいつ始められたのか、神様がいつからその救いの働きを始められたのかを見ているわけですね。ですから、漱石一章一節の前にですね、神様はずっと働いておられました。働かれませんでしたか聖書を見ると、最初の前にも、天地万物を作られる前からも始めて 働きを行っておられたわけですじゃあエペソ1章4節から6節を見てください。エペソ1章4節から6節を見ると、神様は私たちを世界の元への置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにうとしようとされましたと。 また神は身胸と身心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためであるとエペソ1章4節から6節に記録されています。これは世界の元にの置かれる前だと語っていますよね。宇宙万物を作られる前に神様が 働かれたことがあるんですけれどもそれは何かというと救いの経輪を計画されたわけですね宇宙万物を創造される前に神様はもうあらかじめ人類をどのようにして救うかを計画されていたということですあらかじめ準備されたんですなぜならば神様は最後までを世の終わりまで全てを知っておられる方であるからです人間を創造しそしてその人間が 堕落すすることもてて知っておられたわけですそしてその人間をどのように救うべきなのかこのようにしてどのようにして救うかそれを全て計画されたわけですそしてイエス・キリストを通して救いの契約を結ばれました。 それはどういうことかというと人間が堕落するから人間をどのように救うべきなのか計画をされたわけですね。その計画は何かというと自分の息子であるイエス・キリストを人として送り十字架にかけて死なせ人類の罪を背負ってその罪の値を支払い死傷によって人間を救うというそういう計画をあらかじめ立てられたわけです。そしてイエス様と神様の中で救いの 契約を結ばれました。イエスよと。あなたが行って人類のために死ななければいけないと。イエス様はその時にアーメンとされたわけですね。ですから十字架がなされたわけです。十字架の救いが私たちに与えられたわけです。神様は人間のようにですね、問題が起こったからどうにかしようと。B, B のプラン、C のプランと。それで、えー 行わわわれたわけけでではないわけですべてを神様は計画されたわけです。神様は始,めの始まりの前から私たちの救いをあらかじめ準備してくださったと語っています。それで創世記一章一節を見ると天が神が天と地を創造したと語っていますね。その創世記一章一節の中に宇宙万物をすべて作られて終えられたと語っているわけです。 創世一章一節に宇宙万物を全て創造されています。そして一章二節を見ると、二節は何と語っていますか地上について、土地について語られていますね。地球について。ですから、一章一節と一章二節の間に多くの時間があるわけです。多くの時間が過ぎ去っているわけです。そういうい時間が たってからですね、一章二節が出るわけですけれども、地球を見ると、この地には防爆として何もなく、闇が大水の上にあったと。そして一章二節の,の後ろに出てくる全ての内容は地球に対する内容であります。宇宙の他の星に対するものではなく、地球に対することなんですね。じゃあ、大きな三つ目に。 創世紀一章二節からは地球に対する記録であります。地は暴膜としてと語っていますよね。地球は暴膜として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていたと。この土地というその状態について語っているわけです。暴膜として何もなかったと。ヘブル語でトフ「徒歩」。 暴風という単語なんですね豆腐と暴風豆腐は防爆また暴風は何もないと形がないということを意味しています何の形もないです例えば韓国では軍隊に行ってきたら、えー、形がしっかりと整うと、えー、大人になったと言いますよね 形にかたどられた大人となったと成長したというそうやって言うのと同じですまた暴風というのは空っぽだということです何もない状態ですねまた3つ目に闇があったと語っています闇と闇というのは光がない状態ですね光がない状態また水の上 水,の上水があったと語っています。この水というのは、特に創世記1章では、えー、種をまくことのできない状態を意味しています。種をまくというのは土地がなければいけないわけです。しかし、水が覆われていたというのは、水があるということは、種をまくこともできないし、また実を結ぶこともできない状態であったということを意味しています。ですから神様は、このような問題を治すために、 創造の働きをなされたわけです4番目にまず神様は光があれと仰せられましたよね光があれと皆さん漱石石石を見るとですね太陽は 4, 4番目に創造されました4日目に太陽がないのにどうやって光があるわけですか 太陽の他に他の,他の光がありますか電気があればと思うかもしれませんけれどもそうではないわけですよね。太陽がなければ光はないわけです。では最初のこの光というのは何でしょうかこの光について学ぶべきです。光があれと地球に対する内容です。この地上にですね光があれと語られたわけです。闇があったためそこに光あれと語られたわけです。では この地上は誰のものですかこの地上は神様が作られましたけれども人間に与えられたものであります。詩篇115編16節を見ると天は主の天である。しかし地は人の子らに与えられたと語っていますね。人の子ら。私たち人間に与えられたと語っています。 人に与えられたこの土地が地上が暴爆としていて何もなく闇が覆われていて水があったと語っていますよねイエス様は多くの例えを語られたんですけれどもその中でもこの地というものは人の心を意味していると語られましたマタイによる福音書13章18節から19節を見るとですから種まきの例えを聞きなさいと りの言葉を聞いても悟らないと悪いものが来てその人の心に巻かれたものを奪っていきますと道端に巻かれているとはこのような人のことですと語っていますねここを見ると、えー、種をですねよ4つの土地に巻かれ,巻かれるその例えを語られたんですけれどもその土地がどこかというとその人の心だと語られています人の心だとイエス様は人の心を 土地であると地上であると語られているわけですね。地であると。ですから、創世記一章に記録されている地というのも同じです。地球も意味していますけれども、私たちにとっては私たちの心の状態を意味しているわけです。神様は創造される前に人間の最初のその姿は闇があり、また虚しく。見言葉に出会う前は 皆そうですよね。暴惑としており、また何もなく闇が満ちている、そういう状態であると。これを救世主的に見てみると、創世記一章二節は、アダムの堕落した状態の意味をしているとも言えます。アダムの罪によって堕落したそういう状態。神様はアダム,を堕落しアダムが堕落した 時から救いの働きをなされたわけですよねですから創世記遺章2節は堕落したアダムの心の状態を意味していると、えー、いうこともできるわけですですから何を語っているかというとアダムが従順せずに罪を犯して出ていきましたエデノのその方出ていたわけですその状態が何かというと暴膜として何もなく闇が覆う水の上にあり そういうい状態なんですねしかし神様はそこで終えられたのではなくまたそこから働きを始められたわけです。光あれと光を分けられまた空を作り水を分けられまた乾いた地を現れさせ働かれたわけです。どういうことかというとアダムが不従順して出ていて堕落したそういうえ暴膜とした何もない闇の世界にいたけれどもそのアダムを、えー 捨てないということです堕落した裏切った子供も捨てずに最後まで諦めずにもう一度創造の働きを始められて新しい人に作り上げるという意志がこの創世記一緒に秘められているわけですどれほど感謝ですか皆さんそういうアダムが私たちです神様の前に従順せず裏切り 堕落して罪にいるものでありましたけれども私たちをまた新たに創造してくれると語っているわけですその働きの始めが光あれという内容でした 2> 第2コリント4章6節を見ると光が闇の中から輝き出よと言われた神は私たちの心を照らしキリストの御顔にある神の栄光を 知る知識を輝かせてくださったと語っていますね。ここを見てください。第二リント4章6節を見ると、光が闇の中から輝き出すでよと言われた神様。これは創世紀1章3節の神様を意味しています。光あれと語られたその神様が、今日私たちの心の中にイエス・キリストの御顔にある神の栄光を知る知識の光を輝かせてくださったと語っています。 この創造の働きを見るとですねすべて区別する働きであります光を作られてから光と闇を区別されたと語っていますよね2日目にも大空の下の水と上の水を区別されましたまた3日目も同じように分けられました第二コリント6章14節を見ると 不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけませんと。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょうと。光と闇とにどんな交わりがあるでしょうと語っています。これも人を意味しています。信じる者と信じない者、光と闇は必ず区別しなければならないと。分離しなければならないということです。ですから、救いの競輪から見てみると、この最初の日というのは、光を受けた人をアダムだと考えるならば、 アダムは最初の人間として神様の御言葉の光を受けましたそのアダムが堕落したわけですしかしその時からそのアダムを悔い改めさせて新しい子供をくださいましたね節をくださいましたカインは神様を離れていきましたけれども節を通して御言葉の伝授がなされ神様の形に語られたものとして 光の子たたちが現れたわけですそしてノアに至るようになったわけですよね。創世記5章の経図を見ると光と闇を区別されました。カインの系列と説の系列を区別されました。神様は光の領域を作られてそれを昼と語られました。昼夜は、えー、暗闇でありますよね。昼と夜を分けられました。堕落した世の中も今この世の中が 暗闇でありますしかし神様は私たち人間私たち信徒を呼ばれてこの光の子として導いてくださいました第一テサロニケ5章5節を見るとあなた方は皆光の子供昼の子供だからですと私たちは夜や暗闇のものではありませんと語っていますねどれほど感謝でしょう私たちを捨てておかれずにですね区別されて 闇からまた救い出して光の子として私たちを新たにされたわけです。ですから私たちはいつも神様に感謝をする信徒とならなければいけません。これを個人的に見ると、この初めの日の想像は何かというと、個人的に見るとイエス・キリストを最初出会って、御言葉の光を初めて受け入れた時であると言えます。それが創造の初めであります。第2コリント5章17節を見ると、 誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと語っていますね。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりましたと語っています。新しい想像です。新しい想像。神様は私たちを、過去の罪と闇の中にある私たちを新しく創造されたと語っています。光の子として認められたわけです。 聖書を見ると一日になるためには一日をなすためには闇と光が出会わなければならないと語っていますよね。創漱1一5節を見てください。漱石一5節を見ると神は光を昼と名付け闇を夜と名付けられた夕があり朝があった第一日と語っていますよね。ヘブルのその形式で言うと夜があって朝がありました。 それが一日です。私たちは朝が来て夜,夜で終わるわけですけれども、聖書では夕方が同じ最初であり、朝が来ることによって一日が終わるわけです。これはどういうことかというと、私たち人間は、アダムの罪によって堕落した人間はすべて夜として生まれてくるということを意味しています。私たちは罪人です。罪人として、夜の存在として生まれるけれども、 結局はイエス・キリストに出会い、御言葉を受け入れて、朝となり、私たちが一日をなさなければいけないと語っているわけです。ですから私たちは生まれてから、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストの御言葉を受け入れなければいけません。それをしなければ一日をなすことはできないわけです。そしてそこで終わるのではないわけですよね。夜になって、 朝となって、第一日、一日が始まりますよね。しかし、救いの競輪は、また次の日が来るわけです。次の日が来るということは、また夜が来るわけです。夜が来て、また朝が来て、2日目です。また3日目、4日目と反復するわけですよね。それが問題なんです。永遠な一日ではないわけです。世石発祥22節を見ると、 神様はこと語られていますよね。創世記8章22節を見ると、え地の続く限り、種まきと借り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは止むことはないと語っていますね。え継続して続けると。朝と夜、種まきと借り入れ、寒さと暑さが、この地の続く限り、継続すると語っています。地の続くかり、ね 限りこの地と語っています、この地と。この地が続く限り、昼と夜はいつもやむことがない。では、今日私たちにとって何を意味していますかこの夜という領域はですね、闇の領域です。罪と悪の領域です。しかし、そこで終わるのではなく、 夜と,いう夜というのは例えば自分の病気も意味していますし経済的な問題も意味していますしいろいろな夜があります家庭の問題でありまた困難であり苦難であれいろいろな夜があるわけですよね不信仰も夜ですそういう夜の働きがいつも昼とともにです、ね、継続していくということですしかしここにも 希望があるわけですけれども、例えば私たちの中で夜,の夜に暮らしている人がいるかもしれません。しかし、その夜というものも必ず夜が来れば朝が来ると語っています。永遠な夜はないと語っているわけですね。夜は必ず終わり、必ず太陽が昇って朝が来る、光が来ると。 そういうことを聖書は私たちに教えているわけです。ですから希望があるわけですね。またそれだけではなく、この救済誌は夜で,終わる夜で始まり、朝で終わるということを意味しています。初めは夜であっても、必ず最後は光、永遠な一日で終わると語っているわけです。漱石遺書のこの展示、創造の内容を見てもですね。 第7日目に安息されました。その安息の日は朝が来てあ、夜が来て朝が来ます。その次はないわけですよね。第7日目に安息日の時に永遠な一日のように記録しているわけです。ですから救済士の結論は永遠なる安息の世界、夜が来ない、もう二度と夜が来ない、そういう日。 明るい光の世界が私たちに与えられることを意味しているわけです。ですから、この地の続く限りと語っていますよね、創世記8章22節に。ですから私たちは何を目指すべきかというと、この地上ではなく、新しい点、新しい地を望み見なければいけないということです。ヨハネの黙示録21章、1節を見ると、また私は新しい天と新しい地とを見た。 以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないと語っています。これが新しいエルサレムです。この新しいエルサレムには夜がないと語っていますね。闇がありません。それが聖書の結論です。目示録20章と21章、これが聖書の終わりですよね。この夜の世界は必ず。 永遠なる光の世界によって終わるということを意味しています。私たちの暮らしも同じです。私たちも光のことして、昼間のことして認められてくださいました。私たちも永遠なる勝利によって結末が終えられるということを意味しています。呼ブ記8章7節を見てもですね、あなたの初めは小さくても、 その終わりははなはだ大きくなると語っています私たちの始めは小さくまた闇であったとしてもその終わりは永遠なる光によって終わるということを意味しています愛する信徒の皆さんこの夜の観覧をすべて通過してこのような永遠なる光永遠なる一日を与えられることを約束されています ですから、ヨハネの目白7章14節から17節を見るとですね、大きな観覧から抜け出てきた者たちに、私たちの牧者となられて、命の泉の前に私たちを導いてくださり、私たちの目から涙を拭ってくださると語っています。それが結論です。神様が語られたわけです。それは必ずなされるわけですね。その日を私たちは望み見ながら信仰を持って、どんな今、 闇の中にいたとしても、問題の中にあったとしても、信仰を守り続けて、その夜を通過して、光に出会う皆さんとなることを、主の皆をもって祝福いたします。祈ります。愛する父なる神様、今日も聖なる主の日、私たちの信徒一人一人、私たちを呼んでくださり、主の御前に出て、 礼拝を捧げることができるよう導かれ心かれ心ら感謝いたします今日与えられた御言葉ばのように、私たちが夜の人生を始めたとしても、選ばれた者として、光として、光の子として、私たちを導いてくださるということを約束されました。その御言葉ばを信じて、最後まで信仰を守り、また望み見ながら、希望を持って歩むことができるよう、導いてください。 父なる神様私たちは夜がとても長く感じることも多くありますけれども今日与えられた御言葉をしっかりと掴んで望みをつかんで歩むことができるよう導いてくださいどんな観覧が来ても信仰を守りまた悪にも善をもって勝利することができるよう導いてくださいまた神様の子供として認められ神様の息子として 認められる信徒となることができるよう祝福してくださいすべてをなされることを信じて感謝しイエスキリストの皆によって切にお祈りいたしますアーメン